の皆さんによる旗頭です。首里の上り旗部員は1971年那覇大島駅の復活を機に各党自治会長によって那覇大島駅首里実行委員会の設立に制作され、現在は首里地区19課長40自治会の代表者として参加しております。制作にあたっては実行委員会と琉球大学美術科の加古玉中誠一教授と打ち合わせの上図案をまとめ制作いたしました。主人ルールは王家の家紋の左の竜と国王の権威の象徴として作られた大竜球の後は定例2回後輩中の五色をそのから取り、旗頭は自在部分と命名されました。上り旗命運の記号は一旦英文の子一旦東平氏に書いていただいたものです。随運の意味は五穀豊穣と無病息災をもたらす湯葉風の獅子の目という意味でもあります。時間になりますからお願いします。